銀座七重チャンネル。銀座クラブ七重からさん七重です。クラブ七重の野見ゆりかです。ゆりかちゃん、はい、本日の質問は何でしょう。今日の質問は、はい、お客様への贈り物と手土産、はい、はいはいはい、銀座はね、あの新地なんかもそうですけど、はい、手土産を大体渡すようになってきましたね。そうですね、ね、もうなんか当たり前みたいな感じですよね、うん、最近はうちの店では当たり前に、で、あの何人かが渡したりするのでお客様なんかたまに持ちきれなくなってたりしますけど、そうですよね、なんか何軒か回られた後だとなんかもう大量なそうそうそう黒くえらいことだと思ってたりしますけどね、はい、はい、その手土産と、はい、土産、あの誕生日プレゼントとかそういったプレゼントの、ね、結構頻繁に来てくれるお客様とかだと、うん、はい、なんかちょっとネタ切れになっちゃうんですよね、うんうんうん、あ、お土産に渡す、はい、ちょっとした食べ物だったりとか、はい、そうですね、銀座のお客様とかは、まあ、口が肥えてらっしゃいますからね。そうなんですよね、やっぱ何でも持ってらっしゃいますし、その中でも喜んでいただけるものだとか、うん、あと印象に残るものというか、う、ね、他のクラブの女の子、はいはい、に負けないような手土産を教えていただけた、うんうんうん、ね、そうですね、はい、あの私最近あのちょっと渡しさせていただいて野上の食パン、これはこれはね、知らない人にはあまり、はい、あ、パンもらったのって感じなんですけど、しかこんな大きいやつ、そう、これ1機あるんでね、はい、結構ずっしりしてますけれども、はい、あのあれ知ってる方は でもすごい並びますよね、どうしてなんて、はい、そうそうそう、もう並んでいて手に入らない、並んでる間に売り切れてしまうっていう食パンなの で、ね、あれはね本当に喜ばれて、この間は次の日に LINE が来て、はい、うちの娘が大喜びでとか、うちの妻が喜んじゃってとか、あ、そういうのいいですよ ね、あのお客様だけじゃなくて、ね、うん、こうあのご家族とかのことも考えるのポイントですよね。そうそうなんですよね、あのそうですよね、奥様のね、はい、好きなもの、食べ物、娘さんの好きなものとか分かっていると一番喜ばれますよね。そうですよ ね、ずっと同じものをねお渡しするのがまたとか言われちゃうのもあれなので、はい、結構アンテナを常にホステスは立てていて、常になんかこうね、テレビ見てもあこれ面白いかもとか、なんかこうちょっと読んでたらあこれ手に入んないかなとか、あと誰かこう思ってたらああれこれ最近できたチョコレート屋さんだとか、なんか常にね、大事ですね、ね、なんか私たち常にね、はい、お客様のことしか考えてないんですよ。そうなんです自分のものなんて私あんまり買わないですもんね。本当ですか。買わない買わない、洋服も、はい、アクセサリーも私実はあんまり買わないですね。なんかママなんかなんだっけ、なんか泥棒入られ違いましたっけ、なん時計はねごっそりなんかめっちゃ取られたごっそり取られましたですよね。そう、今この1本と昔からのあのちょっとこうマツコの知らない世界さんでちょっとここ止めてた、そう、あれしか残ってないです。これとこれはね最近ちょっと実はいただきまして、何ですか、ありがとうございます。見せてください。これは私あんまり詳しくない、パテック、あ、パテックフィリップの、すごい時計です、をいただきまして、キラキラしてます。いっぱい取られちゃったって言ったらお母様がかわいそうだからこれ1個買ってきてあげたいよって言ってみるもんですね。あのいつでも受け付けております。はい、私も便乗してた時計は嬉しいよね。嬉しいですもんね、欲しいです、はい、時計。じゃあこのあたりで、はい、今日は私たちの欲しいものを最後に言ってしまいましたけれども、はい、時計です。それではじゃあ、はい、ゆりかちゃんと銀座の夜でお待ちしております。お待ちしてます。